はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットな話題などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。さあ今日もじゃんじゃんお届けしていきましょうか。何でしたっけ、ね、ガンガンじゃんじゃんガンガンビキ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 にお伝えしていきましょうか。いきましょうか。ねえ、はい、先日うん、シャナナ TV の番組を、はい、やってくださってた、はい、お題は後ほど、お題は後ほど、ちょっという番組をしてくださって、はい、3人でされてたんですけど、そのうちのお一人、はい、のりきちくん、のりきちくんが営業しているお店、はい、お店、神戸のパクチー酒場、はい、パクチー酒場、花吉、花吉、元町、住所ここにいたし、あ、ここね、はい、ね、はいはい、に久しぶりに行ってまいりました。行ってまいりました。美味しかった。でもね、ちょっとね、自分でパクチー臭い。分からへんぞ、自分では。食べた本人の。周りは臭いわね。もうすごい量をいただきましたよね。うん、もうパクチーサラダに始まり、うん、パクチー水餃子、うん、パクチー蒸し鶏、うん、パクチーアサリの酒蒸し。酒蒸しでしたっけ？だし蒸し？わかんない。なんかそんな感じ。そう。うん、パクチーピザ、うん、で、アミコさんパクチー何でしたっけ、あれチューハイみたいなやつ、塩レモンチューハイ、塩レモンチューハイ、あれパクチーバッサー入ってましたね。パクチーの根っこがね、根っこがね、バッサー入ってました、ね、美味しかったわ、もうもう何年ぶりだから、コロナの前ですよ、あれ、うん、前行ったのはね、だからもう3年ぐらいになるんちゃいますね。一回ここのお店からね、うん、収録して、そう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 、ね、ありますね。ね、お台場のちょうどのアーカイブで見ていただけますよね。それはね、はい、まだ今でもご覧いただけますし、うん、3人でもう常にフリーすぎるフリートーク、そう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 、毎回ね、お話しされてるので、うん、もういつ見てもお楽しみいただけますので、そうそうそう、なんか時事的な話題とかじゃないんで、うん、なんかいつでも見れますよね。ずっと聞いてられる。いつ見ても古くならないというか。ずっと見て笑ってね、笑ってられる。なんかコンビネーションとかが実はすごくいいんで、うん、それ見てもらいたいですよね。ね、で番組やってる背景も、うん、僕らがこの間行かせてもらった、うん、花吉さんの写真をバックにして、うん、ずっとトーク繰り広げてはるんで、ね、そこのお店からお届けしてるっていう点でね、うん、いつもお送りしてたのでね、はい、うん、あれはすごいいいですよね。ねえ、うん、もうね、のりきじ君とも久しぶりに会えたし、久しぶりに会いましたね。ね、時々ね、ネット通販で餃子とかも販売されてるので、時々私は餃子とかも注文したりするんですけど、はい、めっちゃ種類あるからね。そうですよね。そう、季節の餃子とかもあるし、めっちゃいいですよね。そう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 。なのでぜひね、検索してね、ちょっとお買い求めいただきたいんですけど、うん、そうですね。お近くの方はね、ぜひね、行って、うん、いただきたいです。いや、あれはね、近くなくても行く価値あるね、うん、私多分番組でも言ったことあると思うんですけど、うん、パクチー苦手やったんですけど、そう、あ、僕食べれなかったんです、パクチーね、私も無理だったんです、はいはい、でも絶対大丈夫やでっていうのを、うん、その番組にね出てる監督くんとかね、うん、おっしゃっていただいたんで、そう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 、挑戦してみようと思って行ったら、うんうん、まあ、ドハマり、ハマったわ、あれ。何なんですか、なんかちょっとなんかスープとかに入ってるだけでもちょっと苦手やったのに、うん、生パクチーをこれだけ生のままバクバク食べれるところまで変わってしまうぐらい美味しいっていうのが、うんうん、ちょっと僕もびっくりでしたね。もう全然ダメでしたもん、本当にね。今回もだからすんごい量のパクチーを、うん、もう充電してきたんで、そうですね、パクチー入ってない料理なかったですね。注文したやつ全部入ってましたよ ね、 なのでしばらくちょっとこれで、うん、頑張れるから ね、 ね、パワーあふれるバナナ TV をご覧いただける、うん、なのでお料理、うん、パクチーなりお料理なりも全部美味しいのは もちろんなんですけど、うん、のりさんにも会っていただきたいのでね、うん、めっちゃいい人やし、めっちゃ面白いですよね。
元気出る、ほんまに元気出る、うん、ねえ、うん、なのでぜひ行っていただきたいと思います、はい、あの住所出してますけど、はい、花吉、神戸花吉とかパクチー花吉とかで検索してもらってもね、うんうん、すぐ出てきますね。でグルナビとかああいうサイトがね、うん、はい、出てくるので、はい、はい、そちらでもご予約いただけますので、はい、ぜひ行ってみてほしいですね。はい、はい、ではこちらご覧ください。どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、お帰りなさいということでございまして、ね、パクチー美味しかったっていう話でしたけども、はい、ね、美味しかったです ね、 ね、全然話はえ全然話は変わるのでございますが、はい、ここからちょっと話変わりますけど ね、 ね、うん、なんかね、最近ね、うん、あの前にも話したことあるのかな、うん、あのその子供というか中学生、あの青春青春じゃないや、青春 なんていうの、思春期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 を迎えているぐらいの年齢層の子が、はい、なんか誰かにこう、うん、傷つける、はいはいはい、したり、今回ね、最近見たニュースではね、うん、親子、うん、娘さんとお母さんを刺そうとした15歳の女の子の話とか、あとはね、自分が好き、うん、思いを寄せてた人が思い通りにならなくて、うん、そこの家に乗り込んで、うん、お母さんとその娘さんを刺したりとか、うん、とにかくなんかそういう障害的な事件がすごい多いじゃないですか、自分の親を刺したりとか、うん、でなんかすごいやっぱりもう見ててそういう刺したりとかするってすっごい勇気いるじゃないですか。当然そうでしょうね、うん、だってね、その取り押さえられた子とかもやっぱり震えてたらしいんですよ、うん、だすっごい勇気いるのに、うん、そこまで思い詰めてたってことじゃないですか、うん、そうですね、そこまでやってしまうまで、うん、で一人で悩んでたってことじゃないですか、うん、でそういうの見てると自分たちのね、うん、子供の頃っていうか、うん、その同じぐらいの年代の頃ってどうやったんかなとかって考えながら、うん、ああなるほどね、あ、要は現代とその昔とで何かこう変わってるんじゃないかなみたいなところなんですかね。うん、でまあね、地域それぞれでね、うん、今と昔だけじゃなくって、その当時も地域によってはね、うん、いろいろ違ったと思うんですけど。違うし、まあ先生やとかね、うん、なんかこういろんな要素によってね、うんうん、変わってくるとは思うんですよね。うん、でも最近都民にやっぱそういう事件が多いなっていうのは確かに感じますよね。昔もあったんですか、いじめとかはありましたけどね、昔はね。まあね、いじめとかはあったんですけど、うん、私のね、小学校とか、うん、行ってた小学校とかは、とにかく1個何か問題が起きたら、うん、もうその都度、うん、学年集会みたいなのをして、え、学年集会やるんですか。そう、こうやって問題を解決したり、うん、私たちが、うん、小学校4年とか5年の時に6年生の子と問題が起きた時は、うん、もう6年生の子と全員と、うんうん、私たちの学年全員と集めて集会したりとか、へー、とにかく一人の問題じゃなくてみんなで解決しましょうっていう学校。うわ、めっちゃすごいですね、それだったんですよ。結構すごい部類に入ると思いますよ。そうです、だから結構、うん、一人にしないっていうか、あ、人、うん、みんなの問題として捉えましょうみたいな。うん、なるほどなるほど。でもなんかそうですよね、今終わりの会とかあるんですかね。いや、どうでしょうね、小学校はあるかもしれないですけどね。なんかその話し合う場面みたいなのは割とあったような気しますね。その問題があってみんなでどうしていこうかみたいなね、話し合い的なものはなんかあったっちゃありましたね。でうちの子供の、その小学校、中学校っていうのはあんまりそういういじめ的なことも話聞かなかったし、あ、そうなんですってね、なんか、割とこう、なんていうんですか、地域的にいいのか。そう、なんか多分ね、そんな都会一個じゃないので、うん、なんか
みんな仲良しみたいな感じ。まあそこまでみんなそれぞれに関与はしないけれども、うん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 、でもまあみんな仲良しっていう感じでしたし、なんかそこはねなんか羨ましいなと思いますね、今の子たちね。なんか割とこう、うん、あのしのぎを削るじゃないですけど、うんうんうん、割と僕らの時代ってその人数多いからこうライバル視したりだとか敵を作ったりとかって結構ありましたけど、ね、本当に人数多かったもんね。そうですよね、うん、割とこうどんどんこうみんな平和主義じゃないですけど、うん、なんかこうみんなであの手つないで、うん、こう仲良くあの良くなっていきましょうとか、うん、良くしていきましょうとかっていう発想は今よりもすごくその進化してるなって思いますよね、うんうん、ね、うん、でね、うん、そのまあ今の子たちが、うん、なんか孤立してる子が多いような気もしてて、あ、ははなるほど、うん、ただでさえね、うん、今って、うん、もう主婦も働きなさいって言われてるじゃないですか、うん、そうかそうかそうか、お母さんがあんまおうちいない、うん、専業主婦よりも、あ、女性もみんなあの家庭にこだけじゃなくってみたいな、働き出ましょうみたいな推奨されてたりとか、ほんまや、昔と比べたらもうかなりそっちですよね。え、僕らの時ってうちね結構周り長屋ばっかりやったんですよ、うん、だいたいお母さんはいてるっていうか、うん、専業主婦がやっぱ多かった気がします。あ、うん、もううちは私鍵っ子やったからずっと、あ、そうそう、鍵っ子っていう言葉を言われるぐらい、うん、その珍しかったんですよ、うん、あの要は、首から鍵ぶら下げてもろって、うん、でお家帰ったら自分で鍵開けて帰るっていうことがちょっと特殊なぐらい、うん、鍵っ子っていう呼ばれ方をしてましたもんね、うん、まあそれも多分地域性もあるとは思うんですけど、ね、あるとは思いますけどね、うん、でなので、うん、あの家帰ったら誰もいないっていう家も結構多いじゃないですか、うん、でも、うん、あの私ら子供の頃は、うん、例えば終わったら小学校の時にね、うん、学校6時間目終わったらそのままグラウンドでずっとサッカーさせてもらってたんです。ああ、いいですね、うん、結構グラウンドに残れたでしょ昔。残れました残れました。でも今ってダメじゃないですか、残って遊ぶっていうのって禁止されてたりするじゃないですか、なんかセキュリティの問題とかあって、あと公園も遊びにくなってるでしょ。そう、ボール遊びしたらダメとかね、結構だからガチガチになってるから、結局なんか友達と一緒にいる場所もね、どん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 なくなってくる、帰ったら親もいない、さあ一人になりますよね、でそれプラスそれでもまあ友達とね遊んだりとか、喋るどっかでね喋ったりとかはできると思うんですけど、このコロナ禍になって出歩いちゃいけないって言われて、もう家にこもるしかないわけじゃないですか、ってなると、それは孤立になるし、目は行き届かないし、ってなるじゃないですか。ほんまやな。ねえ。だからね、それをね、じゃあ、あの、何が悪いんだっていうのを、その、先生が悪いとか、学校が悪いとかではなくって、そういう、なんか、ところにもうちょっと、心のメンタルケアができる、あの、専門の人をもうちょっとお金かけて入れるなり、で先生も結構ね、お仕事の負担多くて、うちの子供の担任とかもだったんですけど、結構8時9時まで学校に残ってらっしゃったりとか、あと土日はね、あのクラブがあるからって言って、もう毎回出てくるとか。いや先生ほんまに忙しいんですよ。でしょ、でもそれなりのお手当っていうのがなかなかもらえてないじゃないですか、それ見合った。あのね、僕あの実は中学の先生やってた時、バスケ部の顧問やってたんですよ、で、日曜日とかに大会とかに出るって言うから、とか一応引率で行くんですよ、で、なんか一応残業代休日出勤になるから、その申請するんですよね、で今ちょっと変わってんのかどうか全然分かんないんですけど、だいぶ前ですわ、僕の時、そうやって丸一日行くじゃないですか、そしたらね、何だったっけな、4時間あたり750円なんですよ。うーん、4時間で4時間あたり、で、丸1日行ったら1500円なんですよ、で交通費かかるじゃないですか、で子供たちが子供の使いですね、あ、そう、で子供たちが、先生買ったらジュースおごってなとか言われるんですよ赤字です完全に。
ねえ、はい、なんかお手当ももらえね、それに見合った額がもらえないし、うん、見合ってない、ほんま見合ってないですよ。であの子供さんがいらっしゃる先生方もいっぱいいるじゃないですか、はい、だからそのね、それなりの手当をもらえない上に、うん、子供との時間も取れなくなってくるんですよね、うん、帰り遅い、うん、土日は出ないといけないとかって、はい、だからそこの家庭の子供もまた親とのね、うん、接点が少なくなったりとかってするし、うん、もう何が悪いって私はやっぱり、うん、あのそういうところにもっと、うん、あのお金をかけてほしい。で子どもの教育に日本はお金をかけなさすぎって言うじゃないですか、ね、教育って言ったら勉強のことばっかり考えがちじゃないですか、うん、それでもうちょっとなんかあのスティーブ・ジョブズみたいな人も日本ももうちょっとお金をかけたらできるはずだとか言うけど、うん、そういうことだけじゃなくて、うん、もちろんそういうのも大事と思うんですけど、うん、才能を伸ばしてあげるのも、うん、でもやっぱりその才能の伸びたところで、うん、あのゆくゆく人を殺めてしまったら全くもって、うん、ね、才能の意味ないですからね。だからそこのちゃんと心をケアするなり育むなりのところの専門家をもっと入れる、そういうのにお金かける、で先生がもうちょっと目が届くようなことにお金かける、人数増やすとか、なんかもっと、ね、放課後遊べる時間場所を作ってあげるとかね、なんて思うんです、うんうん、そうですよね。なんかほら、生活指導って言葉があるじゃないですか、うんうん、で多分、まあ、ちょっと失礼な言い方かもしれないけど、小学校中学校ってあの学問をやるというよりは、うん、なんか生活し子守って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけども、なんかその子たちにすごいベーシックなことを、まあ、生きていくこととか、その友達とうまくやっていくこととか、仲間って何かとか、なんかそういうなんか生活指導っぽい、何やったらあかんよとか、人叩いたあかんよとか、物盗んだあかんよとか、そういうことを教える、まあ、生活指導みたいなことが多分今だいぶできてないのかなって思ったりするんですよね。うん、もう生活指導っていうのは、うん、あの髪の毛がちょっと乱れてるとか、そうそう空気ですよね、茶色いとか、うん、パーマ当ててるとか、そういうのを見つけること。あーあー、なるほどなるほど、ね、私らはもうそう思ってましたからね、生活指導のこと、うんうんうん、だから生活指導からメンタルのことで大丈夫かって言われたこともないですし、うんうんうん、今はその生活指導っていうのがその非行防止じゃなくって、うん、メンタルのケア、うんうんっていう風に捉えるべきなのかなってちょっと思ったりしますよね。なるほどね、うん、まあね、急にある時、うん、あの真面目だった子が髪の毛染めてきたら絶対何かあったから、うん、まあ、そういうとこからでも分かる、分かるっちゃね、気づくのは気づくと思うんですけど、ね、でもその先生がどうこうしてあげようって思うというより、うん、生活指導も変わるじゃないですかね、うんうん、だからあのその先生だど誰かのその先生が見つけた時に、うん、この子の変化を見つけた時に、うん、ちょっと怪しいなおかしいなって思ったら、うん、そのプロ、うん、専門の人にそうですよ、ね、ちょっと話を聞いてあげてくださいとか、うん、任せれる、うん、じゃないと先生が抱えるとまたそれ以上に時間遅くまで ね、うん、まあ、なっちゃうから、うん、だから多分先生はやっぱり見つけることはね毎日見てるからできると思うんで、うん、そうなった時に先生が何とかするっていうことよりも、あれはほんまに荷が重いと思う、専門家だに、ね、託す方がいいと思うんですよ、って思うと各学校に専門家がいるとか とかね、もうその時にお願いする委託のところとか、何でもいいから、それをちゃんと国が、そうです ね、なんかあったらすぐ自治体に丸投げするじゃないですか、そうお前らでやれよ的なところありますよね、そう、うん、でもそんな今どんどん子供減ってきてるしね、その自治体によっても経済状況全く違うじゃないですか、自治体やったらまだしも、民間が、要は見るに見かねて、例えば寺子屋を自分でやってる人とか、あれってもうほぼ見るに見かねてやと思うんですよ、ちゃんと した形になってないから、民間が要は国内にできてなくてなんとかしてるっていう地域もやっぱあったり、子ども食堂とかもそうじゃないですか、まあ、自治体がやってるところもあれば、もう本当にその地域の人たちの善意でやってるところも結構多いと思うんで、うんね、まあ、子ども食堂とかね、あの地域によってはおじいちゃん、うん、
とかの、ね、うん、年齢の高い層と子どもの接点を持たすためにやってるところとかもあったりとかするんで、そういうのはそういうのでね、うん、あのどん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 ね増えていくといいなと思うんですけど、うん、でもやっぱりもう教育のお金使うっていうのは、うん、そういうことかなって思うんですよ。そうですよ、本当そうですよ、うん、で知れてるんですよ、いろいろやっぱり見てても、うん、教育にお金ドンってかけるって言ったって、うん、何兆円じゃないんですよ ね、うん、何百億円とかですっごい充実した教育できるのに、うん、それをね、うん、そこにかけずにボン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 海外にあげたりとか。そうだからね、うん、あのうちの地域がね、うん、子供、18歳以下の子供に、うん、1万円のクオカードみたいなのやつを1万円のそうっていうのがあったんですよ最近もね。えそれは国がやってるんですか。いや、自治体が。あ自治体が、うんうん、あ、ふ、あの、ふ、うん、で、うん、があったんですよ。で、うん、そういうのも、うん、あの本当に貧困家庭にとってはありがたいものだったりするとは思うんですけど、うん、でもそうじゃない人たちはそれを、ね、うん、また別の遊びに使ったりとかするわけじゃないですか、うん、でそれで経済は回る、うん、回るけど、うん、そういう使い方でいいのかなって。なそうそう、なんか金渡すからなんかせいやみたいな。あのそうですよ、ほんまもうあの お金あげとくから適当に食っとけみたいな感じですよ ね。だってもうね、その各家庭 の、うん、あの 財源じゃない収入、はい、って分かってるわけじゃないですか、うん、もう、うん、じゃあそう貧困家庭にだけ支給するでいいじゃないですか、うん、もうこれはもうずっとね言われ続けてることだと思うんですけど、うん、でそれ以外のところに関してはやっぱりそういう別の全体のところにお金かけるなり、うんうん、でもなんかやっぱり国が予算をそれはちゃんと取ってほしいなって。いやほんまそうですよね、うん、だから先生方 もう自分がそのお仕事もしんどい上にこれ以上っていうのは絶対あると思うし、うん、でやりすぎる敵なんでね、そのまあ、うん、今は多いのか少ないのか分からないんですけど、うん、そのモンスターペアレンツみたいな人のせいでね、うん、なかなかストレスが溜まってらっしゃる先生もいると思うし、だから先生が全部抱え込むの絶対無理だと思うんですよ。そうですよね、先生勉強ね教えには来てるけど、メンタルがじゃあプロかって言ったらね、メンタルケアがプロかって言ったらね、苦手な先生だっていらっしゃるじゃないですか。そうですね、一応なんかねそういう学校の先生になるための教育課程の中に、うん、青年心理学とか少年、うん、なんかあるんですよ、うん、子どもの心理学とかあるんですけど、うん、試験でちょっと出るぐらいなんで、うん、別にね専門的に勉強はめっちゃはしてないです。し、あの、うん、人ってねその知識が、うん、あるのとできるかできないのまた別の話やから、また違う、うん、共感力とか全然違いますからね。そうそうそう、うん、ちゃんとその訓練をされてて、うん、ちゃんと子どもたちのケアがもう得意なプロがいるわけですから、世の中にはそういう人たちにお任せしたらね、うん、先生も負担減るし、うんうん、多分そういう人たちがちゃんといてくれて生活指導的なこと、うん、メンタルケア的なことをやってくれるんであれば、うん、多分ね先生もっと授業というか、うん、その要はもっとなんていうかちゃんと指導勉強の方の指導ができると思うので、うん、結局ね日本人の学力底上げすると思うんですよ。本当ですよね、うん、だってねあの登校拒否ももしかしたら減るかもしれないし、うん、そうですね、うんうん、どうしてもねやっぱりねあのちょっと荒れてた時代があったじゃないですか学校が、うん、あの時にね先生のやることのメインが生活指導になっちゃったんですよ、うん、もう勉強じゃないっていう風な感じの、僕ちょうど先生やった頃ってもうほぼ生活指導が 90% みたいな感じで、うんうん、勉強は適当みたいな、だからみんな塾行くみたいな感じだったんですよ、うん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 、だけどなんかちょっと違うような気はしますよね、うん、もっともっと余裕のあるそのね、うん、その 学問というか学業に対してね、うん、その集中させてあげるっていう環境を作るのも、うんうんうん、やっぱりそういう人たくさんいるわけですから、うん、そのメンタルのことが得意な人たちとかがね、それぞれのね、うん、あの専門分野を得意分野を生かしていく感じのね、うん、教育があった方がいいですよね、うん、そこにお金かけてほしいですよね、うん、と思います。はい、はい、ということでこちらご覧ください。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、おかえりなさい。ということで、
ケンケンガクガクと、ね、子供の教育っていうかね、うん、日常のメンタルのケアについてお話してきましたけど、矢口長は元あの中学校の先生の立場だったので、うん、その先生側のこともわかるし、うん、私は母親なので、うん、母親としての思いもあるし、うん、子供を見てるんで、うん、その子供の意見も聞いてるし、うん、とかっていろんな側面から見て、うん、やっぱりなんかね、うん、あのどうにかしやんと思う。今のままじゃ本当に傷ついてるじゃないですか、その子たちは。やってしまったことは絶対悪いですよ、あの判断はね、人に傷をつけるっていう判断は絶対悪かったんですけど、そこまでになってしまったんだっていう、そこまでの思いを考えたらもう切なすぎて。そうですね、まあね、結果としてそうなったっていうその、まあ、原因に関してはね、多分ね、これを改める魔法のスイッチってないと思うんですよ、うんうんうん、一個これポチって押したら、うん、全部がバラ色みたいなものって絶対ないと思うから、うん、それぞれの人がそれぞれの立場で日本の未来というかその教育っていうことを考えて、実際に自分もその力の一助となってっていうことをそれぞれが考えつくことっていうのをやっぱりもう少し考えていきながら行動していきながらっていうことを、うん、もう少ししてもいいのかなっていうふうなところですね、だからせめて、そのね、今ってもいろいろ格差があるじゃないですか、だから全員が携帯持ってるわけじゃないし、あ、それそうそうそう、ね、なんかホットラインとかってメールで連絡できるところもいっぱいね、あったりはするんですけど、もうスマホ持ってないとか手段がない子だっているじゃないですか。そうですね、まあ、家庭のね、その経済事情もあれば親の主義もありますから ね、だからってなった時にやっぱり義務教育までで一番、入り込みやすいのはやっぱり学校ですよね。なるほどね、だからやっぱりそこにしっかり体制を整える予算を当ててもらって、でしっかりプロを入れて、で先生は先生の役割を担う、でプロのケアの方はそこをね、しっかりケアしていただくっていう、ちゃんと分担して、そうですね、しないともう本当にこれからどんどん ね、乱れていくような気がします。そうですね、だからなんか親が働きかけるのも学校とか先生とか、なんか先生にこんなん言われましたって言って直接働きかけるんじゃなくって、もっとその国とか政治とか、そっちにもっとちゃんとした体制を作ってくださいっていう方向に動くべきですよね、本当にそうだと思います。じゃないとね、これ以上孤立する子供を絶対増やしたらダメですよね。そうですね、本当思いますね。だからね、局長もね、人に相談するのもともと子供の時は、ね、そう、僕できない子やったんですよ、言ってたから、ね、人それぞれ友達がいても相談するのが苦手な子とかもいるんでね、います。それはやっぱ大人の目線で気づいて、ちょっとおかしいぞと思ったら、こっちから入っていく感じにしないとね。そうですよね、なんかその自然な流れを作ってあげるのもね、大事やと思うし、なんかそのなんかね、そのメンタルの先生と会うってなったらすごい特別な、なんかうわなんかあるでってこう周りがざわつくような環境じゃなくって、ごくごく自然にね、そういうことがその回っていくような体制をね、作っていくような配慮もできたらすごくいいかなとか思いますよね、ということでございます。はい、今週も楽しんでまいりましょう。バナナ TV。